気を得、今見えただろう。こんなところに池があるんだな。ああ、タルカ池だ。昔随分と世話になった。世話に？子供の頃の私はこの池のおかげで生き延びたようなものなんだ。泳ぐには不向きだが、魚がとても豊富でな。よくレナ兵の目を盗んで釣りに来た。あの頃は満足に配給も受けられなかったからな。自分で何とかするか、飢え死にするしかなかった。魚って手で捕まえるのか？それは難しいぞ。魚はすばしっこいからな。糸に餌やルアーをつけて竿から垂らすんだ。あまり釣りは馴染みがないか。せっかくだ、見せてやろう。これは期待できそうだ。これくらいなら楽勝だな。手慣れたものだな。と、こんな具合だ。なかなか神経を使うものなんだな。俺には向いてなさそうだ。キサラ、もういいんじゃ？ああ、すまない。つい、没頭してしまうな。時間もかかりそうね。獲物がかかるのを待ち、そこからの勝負だからな。兄さんに聞いた話だと、地域が違えば住む魚も違う。相手に合わせた竿やルアーの選定が大事だそうだ。大事って言われてもね。もちろん魚によって味も違うだろうな。中にはとてつもなくうまい大物もいるとか。なるほど、試してみる価値はありそうね。食べることに釣られた。実はそれも少し楽しみでな。こうして兄さんの竿を持ってきてしまった。もちろん時間のある時で構わない。魚が取りたかったら寄ってくれ。ああ、分かったよ。いや。手応えは上々。
これは相当珍しいぞ。こんな生き物もいるとは。ダナの生態は興味深い。よし、大物だ。これはこんなに大きくても魚なのかね。もちろんです。アウレウムアロワナ、この辺りに生息する淡水魚です。見事なものだな。これほどの大きさは宮殿の晩餐でも見た覚えがない。丸ごと出すには向かないものもありますからね。まして鋭の食事となればなおさらでしょう。大物つって話題が食べることだけってどうなんだ。ローも食べるのは好きだろ。これだけ大きければきっと食べがいがあるぞ。そりゃそう言われたら腹が期待はしちまうけどさ。こうしてメナンシアを出て旅をしていればこそこの魚を目にすることができたわけだ。思えば鋭だなんだと言っても私の見聞も狭かった。奪わずとも学び得られることはたくさんあるというのに。あんたみたいに考えるレナ人がもっといればいいのにな。その点あなたという存在に恵まれたメナンシアは幸運でした。それこそ奇跡と言ってもいいくらいに。さあ今夜はこの魚でステーキでも作りましょういいな、楽しみだぜ。奇跡か、なんとも皮肉な響きだ。浄化だ。こんな生き物もいるとは。ダナの生態は興味深い。またすごいのが釣れたね。ああ、こんなのが水の下を悠々泳いでるなんてちょっと想像できな…キサラ？ん？まあ、リンウェルとアルフェンか。どうしたの？
ったのに嬉しくないの？ひょっとしてどう料理するか迷ってるのか？焼くのでよければ引き受けるが。いや、そういうことではないんだ。見ろ、この魚は黄金ナマズだ。黄金ナマズ？その魚だと何か問題あるのか？毒があるとか？昔兄さんから聞いたことがある。大きなナマズが現れたらそれは異変の予兆だと。この大きさだ。よからぬことの前触れでなければいいが。それって悪いことって決まってるの？そういうわけではないが、こういう話の場合大概不吉と相場が決まっているからな。こうは考えられないか。異変が変化のことなら、それは俺たちがもたらすものだと。そっか、私たちレナの支配に挑んでるんだもんね。ある意味異変だよね、それって。なるほど、そういう考え方もあるか。ならこの魚はさしずめ、兄さんからの激励の印だな。この魚の輝きに負けない未来を作らないとだな。ああ、必ずだ。